か、あと、この盆踊りを行います。体育の日の前の同じで、地域大会を行います。で、体育の日の前の前の部分に行いますので、時にも、ちょうちんご披露させていただきますので、もし残念ながら今回、ちょうちん倒しにできなかった方は、あっという間に行きますので、どうぞ、大方神社の方にお越しくださいますよう、よろしくお願いします。また秋の装置作ってお待ちしてますので、みんな、また。